振ってくれ頼む2球目あーすごいおー抜けた抜けた抜けたすげえバイシが帰ってくれ帰ってくれ帰ってくれよーしよーようやくホークスのスコアに1点が刻まれましたナイバッチガチでキーマンやんけシュート混戦も続いたレフト左中間マスカスカオスも続いたマジこれ夢とちゃうかこれ夢とちゃうか現実っすかこれマジで貴重な2点目が入りましたあやばい死んでばおお聞いた打ったタイムリー止まんねちょっと待って、これ10回目誰が投げんの？ねえ、これ10回目誰が投げんの？一抹の不安。森が投げた。いやいや、足りんショートだよ、この抜けていくヒット。まあ、フォアボールと絡んわ。ああ、もう、やめて。黒髪さんナイスパルでございます。もういい、寝ろ。大阪行こうぜ。大阪行かしてくれ。ほい。オッケー、後ろと当たり。なんじゃ、その絶妙なポテポテ具合は、多分間に合いませんよね。もうなんなん、もう。ノーアウト一塁二塁。嘘だろ。なんでこうなんの？なんでそんな絶妙なとこ飛ぶの？ピッチャー変えない？ありがとうございます。やばい！センターへの当たり、大きな当たり。え、嘘やろ？は？は？は？嘘やろ？は？なんの去年もなんでまたゾゾマリンでこういうことすんのなんなの本当に何これもう去年味わったっても野球の子はさ去年十分味わったやんまだ味わえっていうんかなあほな何てやっても勝てんのかいる人で頑張るしかないけどおおセンターのやたりセンター取れないかあれこれ大丈夫ライト前一塁ランナーは一塁ランナーえ待っちゃったああ落ちちゃうやだ終わった終わった終わりましたオークスの今シーズン終わりましたお疲れ終わった全部大阪行けると思ったのに審判が出てきてファイナル行きたかったなぁマジで悔しい後から追ってくるタイプの実感ねはいはい去年もそうだったわいやーなーもうだんだん現実を理解してなんかめっちゃ悔しくなってきたああ、もう、勝てよ、この試合。何2年連続で伝説のスーパー敗戦してんだよ。天候の朝井さん、ありがとうございます。呆れて言葉も出ません。もう今シーズン、ホークス応援するのをやめます。終わったんだよ。もう終わったんだ、俺たちは。応援するもしないも、もう終わったんだ。